白島は朝鮮半島の西、公海上に浮かぶ島である。朝鮮串の南 17km、インチョン広域市中心部から西へ 193km 離れた場所にある。この島は大韓民国の死生下にあり、朝鮮民主主義人民共和国と間近に対峙している。公海上にあって韓国の死生下にある再会後等の一つである。行政上は、 インチョン広域守可滅軍士路面に属する。韓国政府統治範囲の最西端にあたる。北に朝鮮半島本土の朝鮮串、東に加滅半島がある。最も近い島は東北1 1トルに浮かぶ月の島である。肉眼で見えるこれらの土地は北朝鮮の統治範囲である。海域では白等の北方2953年8月に国連軍が宣言した。 北方限界線が走っている。一方、北朝鮮は1999年9月に北方限界線の向こうを主張するとともに独自の海上軍事境界線を白島の南方に設定した。これによると白島は北朝鮮の設定した海上軍事境界線の北側になるが、2000年3月、北朝鮮は米艦艇や民間船舶が通行できる水域として、 白島周辺海域の第一区域とそこに通じる第一水路を設定しており、白島と韓国本土との間の船舶の通行のみは認めている。この海域の主権をめぐって南北は争っており、2010年には白島西南海域で天安沈没事件が発生している。このように韓国にとっては北朝鮮との最前線となる島であるため、住民と ほぼ同数の4000人規模の海兵隊第6旅団が配備されている。島の港沖には韓国の統治下にあるオチンタオとコチンタオがある。付近の海は朝鮮と中国を結ぶ海上交通の要衝であり、同時に難所としても知られた。パンソリなどで有名な伝説、陳清志殿の舞台でもある。島には祈岩など自然が多く残されている。 野生のゴマフアザラシの生息地があるが、絶滅の危機に瀕している。このほか、カラシラサギなどが生息している。近海には、スナメリやミンククジラなども生息しており、沿岸警備隊がこの地域での違法捕鯨の調査と、追放を図っている。アザラシを狙ってホウジロザメなどが現れることもある。産業は農漁業,業に依存している。高ウ時代には、クグイ島と呼ばれ、 高麗時代の1018年に白鎮が置かれた。1896年、大鎮太を小鎮太鳳と共に、高海道、長渕軍に属した。1945年8月に日本が降伏した後、朝鮮は北緯38度線を境界線にして、北はソ連軍、南はアメリカ軍が占領したが、高海道の南海岸や加滅半島、 その南沖の白島などの離島は38度線以南であったためにアメリカ軍の占領下に置かれ軽機動加滅軍として再編された。朝鮮戦争の後、加滅半島はすべて北朝鮮領となったが、その南沖に点在する白島、大鎮太を、小鎮太を、及び延別菩島などは韓国領にとどまり、1995年にインチョン港域市に編入された。 現在は、島全域で、インチョン広域歯科滅軍市路面を構成する。島外からのアクセスでは、島とインチョン広域市とを結ぶ定期高速艇が1日1から2回仁川港から出ているが、白島周辺の気象や天候は1年を通して荒れることが多いため、定期的に出港することは稀である。島への航路は北朝鮮に近いこともあり、運航には、 護衛艦がつくことがほとんどである。また、島内の移動手段には、タクシーや路線バスがあるが、利用価値は低い。かしらぶつ、ありがとうございます。